直接お話がしたいんで、ええ、電話代わっていただいてよろしいですかね。だからさ、朝日ガラスじゃなくて、朝日生命じゃなくて、そのあれだ、あの要するに朝日新聞じゃなくて、朝日川事件どないなってんのかねと、どないなっとんのかね。そちらの方でね、そちらの方で旭川事件、とにかく何か有力なこともね、ちょっとね、教えてくれたら、ちょっと、とにかく教えてもらいたいんですよ。旭川、例の事件あったと思う、知ってますよね。ねえ。いや、北海道系の方が、捜査してると思うので、そういうね。いや、でも全国、これ、日本どこでも警察だけ、警察、広域。だから警察はとにかく動け、とにかく動け、日本全国 の大きい事件を背負ってだったら、事件が起こる前に動け、そしてその事件がもう食い止めるのは警察、今あるほら、旭川事件だからちょっとまあ気になってるけど、その要するに、まあ、もう未解決になろうとして事件をさ、事件を風化させるなってこと、追及しろ、追及しろ、その事件を、要するに、ね、よく言うだろ、見送るな。あなた方、俺たち日本人はね、見送るっていう言葉が好きな、見送り上手な日本人って言われてるんだから、そんな日本人になりたくないだろう。だろう、そうだろう、日本人、そんな見送り日本人って言われ、レッテルを貼られる日本人はなりたくないだろう。それやったらな、それやったらちゃんと捜査を進め、そして被害者に会った人に逐一まずね、何でもいい、今捜査中ですがって毎日のように連絡入れてほしいんだよ。それぐらいできるでしょうが。旭川事件はチャイニーズマフィアに乗っ取られるようなことを言うな。これから恐ろしくなるんだ。チャイニーズマフィア、中国の軍人を、あれさせて引っ張って、そして日本の女性を強姦して、俺もそうだけど、そうなる前にまずね、日本でやるべきことは、日本の国を守ることも大事だけど、まず、一つ一つ事件をちゃんとそういうプロフェッショナルのそばにちゃんといて、それで自分たちもそういう勉強しながらね、そしてちゃんとこう、生活安全課の窓口なんて、そんな悠長なとこでさ、こう、椅子に座って踏んずり返るようなそんな格好じゃないかもしんねえけどさ、事件でしっかり犯人を見つけな、ね、見つけなさいってことや。ありがとうございます。ね。未だに有力な情報がなくて、そしてなんだっけな、品川兄弟がすごく頭にきて、で、まず捜査をしてくれ、頼むから捜査しろよ。な。旭川事件も、迷宮入りになるぞ。さ、あれだっていうのは、半端じゃねえぞ、この野郎、こら。ちゃんと話だけ聞いててさ、こっちは、時間かけてこっちから電話してんのよ。え？折り返し電話してくれって、本当は言ってんだよ。本当に、こら。え？一心は舐めてんじゃねえぞ、こら。旭川事件のことも絶対それを忘れるな。捜査をしろ。食べたいものがあったら、あれだ、レバニラ炒めと野菜炒めを注文しろ。これが、世の中の一部の男性が、俺もそうだし、中華料理の中でそれが定番だろうが当たり前だろうが、その次は宇都宮の餃子だろうが焼きそばだろうが、それお前たちとにかく捜査進展するしてるどうかあれだ、要するにこっちに逐一出ないでいろ、これはバカだらけ、これはいいか、電話切ったらふざけんな、これは。おお、上等だ、これは切りやがった、このバカだらけが。